皆さんこんにちは。埼玉県富士見野市のベストインテリアです。今回は富士見市加瀬小学校入り口にあります調剤薬局さん、加瀬薬局様の店内の壁紙の張り替え、床の張り替えの工事をさせていただいています。加瀬薬局さんの営業時間は土曜日の場合午後3時までとなっています。また日曜日は全休となります。そんな関係で土曜の3時から、そして日曜日を通じての工事となります。今日は土曜日で初日になります。壁紙を剥がして、そして下地処理を丁寧にさせていただきました。そして今回初日では天井までの壁紙の施工になっています。お客様の事業形態やまた営業時間等に合わせて工事をさせていただいています。どうぞインテリアのリフォーム、壁紙の張り替え、床の張り替えと気軽にご相談いただければと思います。埼玉県富士見野市のベストインテリアでした。